園温泉は、新潟県妙高市燕温泉にある温泉。妙高大都学市連山国立公園区域内にある。妙高山の登録にある。妙高山周辺では最も高所にある温泉で、標高約1100メートルの斜面に5軒の旅館と2軒の土産物屋が並んでいて、妙高山登山の東側の入り口になっている。バスの終点から登山道へ続く狭い道の両側に、 旅館などがひしめくように建っており、こじんまりとした温泉街の情緒を醸し出している。温泉街の奥に無料で入浴可能な露天風呂が二つ存在する。黄金の湯と河原の湯である。両方とも妙高山の登山道沿いに位置する。黄金の湯の方が温泉街に近くと保約こぶのところにあり、男女別で脱衣場も完備している。河原の湯から数分歩いたところに、 日本の滝百選に選ばれた総滝を展望できるポイントがある。近くには2004年冬までつばめ温泉スキー場があったが2005年冬から休止し2007年3月に廃止が決定した。沿温泉登山口より登山道を登ったところに昌民滝と光明滝があり、その滝壺にこの湯、滝の湯が沿温泉組合により整備されている。場所は 北緯36度53分54秒、統計百138度7分48秒、北緯36.89833度、百三138.13000度、36.89833、138.13000。旅チャンネルの、のてんゆえ号、の、第11回放送で、山田部、ニコが訪れた。平家けゆ説によれば、工房大師の発見とされる。 温泉街として開発が計画されたのは明治8年からであるが実際に温泉街が開かれたのは明治28年である。昭和47年7月29日環境庁国時代11号により赤温泉とともに国民保養温泉地に指定された。ありがとうございます。